あ、いいですよ、はい。そうですね、はいはいはい。全く分かりませんね。私は街頭演説と、車の中から連呼する、それを中心にやってきたんですけども、まあ、いかんせん、一人でやってるようなもんですから、果たして そのようなことで票が集まるかっていうのは、もう全く読めません。つまりメディアが一切書いてくれないから、メディアが書いてくれれば、そういう候補者がいるっていうことが多少は分かるんですけど、まあ、この2週間ゼロでしたから、存在さえ知られてないんじゃないかなと、顔さえ見えないんじゃないかなと、まあ、そういう不安はあります。しかし街頭で演説しながら時々手を振ってくれる人がね、増えてきて、まあ、ひょっとして私の思い、つまり既存の政党政治家とは全く違ったことを言ってるということでね、少しは反応があるのかなと、まあまあ その程度ですよ。いや、見えてきませんね。既存の政党政治家はやはりあれだけ のお金と人を投入してね、どこでも大勢の人だかりを前に演説してるわけですよ。で、私はあれが誰に対して言ってるのか分かりませんけれども、少なくとも一般の有権者は、まあ、ああいう形で既存の政党政治家のどっちかに入れるということだと私は思うんですよ。ですから、どんないいことを言ったところで、一人でね、無所属で出て訴えたところでね、それは届かないという私は認識が常に持って、この2週間戦ってきたんですけど、ただ私が唯一期待しているのは動画をね配信して、そして街頭に行かなくても動画を見てそういう候補が毎日訴えているということをね知らせることを期待して、つまり私はそもそも選挙に出た一つの大きな目的は、もう既存の政党政治家がやってるようなどぶ板選挙ではなくてね、これだけインターネットが流行ったんだから、インターネットを使って票を集める、そのための政党だ。つまり新党憲法9条っていうのは、一つは憲法9条を他のどの政党よりも全面的に出してですね、憲法9条こそがそのアメリカとの日米同盟から日本を引き離す最強の政策だと。つまり憲法9条を守れとか生かすとか、そういう既存の護憲政党が言ってるような意味のないことじゃなくてね、憲法9条こそ日米同盟に対比する日本の国税だということを訴えるのが一つの目的ですけど、もう一つは既存の政党政治家があんな形でどぶ板選挙をやってね、たくさんのお金と時間をつけてやることは私にはできないんだけど、その代わりインターネットでね訴えるというのが二つ目の目的で、まあ、今度立候補したんですけど、一つの憲法というのは、これも私はもう動画ではっきりと問題提起したので、今度の選挙の結果どうであれ、間違いなくこれがその後の政局に影響を及ぼすと思ってますけど、もう一つのインターネットの方もね、私は動画で毎日自分の演説を送り続けてるんで、下手な街頭演説よりも効果があるのかなと、まあ、この2つを私は期待しながら今日まで戦うことができたんですけど、今申し上げたように、果たしてそれで票が集まるどうかっていうのは全く分からなくて、全く不安ですけどね。まあ、もちろんそれはそうです。しかし21区でも全国の一部ですからね、21区の人が北海道で見ると同じように見てくれてるはずですから、それはそれでいいと。それから全国で見た人が21区の有権者に影響を与えてくれることも期待されますから、やっぱりインターネットっていうのは全国というよりもむしろ世界に発信されてますから、
まあ、やはりそれに期待するしか私のような候補者は、まあ、ないと思うんですけどね。明日はね、一応今日ね、夜に8時終わったらみんな集まってね、もう俺を言って解散しようと思うんですよ。つまり私の選挙は普通の選挙のように大きな事務所もないしね、そこで集まってテレビ見てどうのこうのっていうのはありませんから、選挙の結果はみんなそれぞれ家に帰って見て、その後、まあ、しばらく日が置いた後でね、まあ集まればいいと、まあ私はそういう考えなんですよ。はい、そうですね、もう私今晩の夜帰ろうと思ってます。はい、まあいいですよ、もちろん、ええ、ぜひ明日の夜遅くかけていただければ。はい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 、どうも。